こんにちは黒煙土工の谷本です今日はサクラクレパスから発売されたクラフトラボの限定モデル 001S カラーエディションのご紹介ですクラフトラボの001は真鍮製のボディとスモークガラスのようなアクリルを組み合わせた軸にアンティークメガネを元にデザインされたクリップとアンティークカメラのダイヤルのような転換という使い込んでエイジングを楽しめる真鍮素材の追イ式のゲルインキボールペンでご存知の方も多いかと思います クラフトラボは新しい懐かしいを作るをコンセプトとし2017年に「001」と「002」が発売されました。その「001」は2022年に真鍮パーツをアルミに変更した限定モデル「001アルミニウムエディション」を発売しました。 また2021年には「001」をベースとして金属からそのまま削り出したような付き目のないフォルムの真鍮と洋白を素材とした「001S」が登場しましたアクリル素材を使わずより高級感のある仕上がりになっていますが今回はこの「001S」をベースにした限定モデル「001S カラーエディション」のご紹介になります 001S は真鍮と洋白をベースにしていましたが、本作はアルマイト加工をされたアルミ軸になっていて、通常商品の 001S よりも随分軽くなっています。軸色はそれぞれブルーブラック、ボルドーブラック、グリーンブラックの3色になっていて、初期装填されているリフィルは同社の純正リフィルの RLGB05A の中から軸色と同じブルーブラック、ボルドーブラック、グリーンブラックを採用されています。 もちろん001と同じリフィルですので純正のブラウンブラックやブラック漆黒のリフィルもご利用いただけますが残念ながら独自規格のリフィルのため、えー、選択肢が少ないのが現状ですクラフトラボのリフィルも悪くはないのですが赤っぽい黒や青っぽい黒といった色なので普通の赤色が使いたい青色が使いたいという場合にはですね 他社製の非互換リフィルを加工して使うことを選択肢に入れてもいいかもしれません。現在確認ができるのは三菱鉛筆のユニボールワンリフィル UMR38S なんですけども、リフィルの後ろを 15mm ほどカットすればご利用いただけます。リフィルそのものは樹脂でできていますので、パイプカッターやカッターナイフで簡単に切ることができます。 ユニボール1リフィルは加工すればご利用いただけるんですけども同じような仕様のペンテルエナージェルサラサマークオンなどのリフィルはですね太さがユニボール1リフィルよりも太くて装填することができませんでしたそしてこのユニボール1リフィルなんですけども改造になりますのでメーカー保証対象外になりますしリフィルの個体差や仕様変更などがあった場合にご利用いただけなくなる可能性がありますので自己責任でお試しください この 001S カラーエディションなんですけども商品名の通りですね001の限定品ではなく 001S の限定品なんですけどもパッケージそのものがですね001と同じ仕様になっていますパッケージの色は001と違いブルーグレーっぽい色になっていて箔押しもですね アルミ軸だかか。らでしょうか、えー、シルバーになっているんですけども001の限定モデルであるアルミニウムエディションの箱押しはゴールドでしたので軸素材ではなくパッケージ色に合わせて箱の色を選択しているのかもしれません001よりも高く 001S よりも安いという商品価格なんですけども 001S の限定品であれば 001S の仕様の箱を使ってほしかったかなぁと感じました 001001アルミニウムエディション 001S と比べてみますと確かに同じシリーズだなぁと感じますこの001カラーエディションの最大の特徴はもちろんアルミ素材というのもあるんですけども転換部分がですね今までのシリーズと違って002のような形状をしていますというか同じ形ですねただ 001S カラーエディションの方はですねおなじみの桜のマークが切削加工されています 002と同様に半回転のツイストでリフィルの繰り出しと収納を行う仕様になっていますが慣れれば片手で繰り出しと収納が行えるようになります桜のマークの位置がお好みでなければですね90度位置を変えて取り付けてもいいかもしれません001シリーズは同軸の中央部で分割しリフィル交換を行う仕様でしたが 001S は口金部分を回し外してリフィルの交換を行います ここここののとととかかからも確かにこれは 001S 派生限定品だということがわかります。軸はアルミ素材にヘアライン加工を施しそこにアルマイト加工で着色がされているこの 001S カラーエディション少しマット感のある落ち着いた光沢で001に比べてより洗練されたスマートな印象を受けますそして軸素材がアルミということもありシリーズ最軽量の 20g になっています アルミ製のオール金属軽量デザインの 001S カラーエディションいかがでしたでしょうか動画の説明欄に商品ページの URL を記載していますのでよろしければご覧ください店舗では試し書きもしていただけますので是非手に取ってみてくださいなお本商品、えー、限定品ですので在庫がなくなり次第販売終了となります本日は動画をご覧いただきありがとうございました